時はもうね、海が悪ければ資材は送られてこないとか、向こうの3倍からかかりますでしょ、あの建築費用は。まず収穫するけども、うちでは毎日収穫です。大きいから範囲が、もうそんなことやってられない毎日ね。この島ぐらいの広さの農園をさ、そうです。最初は1回だけ観光で来て、でちょうど仕事を探してた時だったので、ここに小笠原にじゃあ住んじゃいっていうので、働きやすいし、なんか友達とかにもなんか約束しないで今から会おうよみたいなのがすごいしやすいし、自由な感じですね。知識散歩、陸だから町の方は小笠原はすごいでかい台風が必ずと言っていいほど9月10月来るんですよね。でそれでもしその木がやられちゃったら、もう 100% 収穫収入にならないんですよ。あとはなんか家の問題が結構大変ですよね。それで出てっちゃう人も実際結構多いんで、住む、いたいけど住む家がないみたいな、まあ、緊急のようで内地に帰らなきゃいけなくなった時に1週間に1回しか船が出てないっていうのだけがネックですかね。それ以外の物資とかは別に船のこと考えたらちゃんと自分で頼めば届くんでね、私は。別にそこら辺は困ったことはないです。将来はJAXA にちょっと働きたいなと思います。外来種とかその辺がなんか少なくなって固有種が増えてほしいなと。ファッションデザイン、まあこの生活に住んでる人たち自体がそんなに無理して生活しているわけではないので、うん、この島の生活自体がそれでもう成り立っていってるってなるけど、一番問題がね、やっぱり住宅問題ですね。やっぱりそれで引き上げる人が多いので、今回もそれで引き上げちゃう人がいるので、解決して、まあすぐにはこれも難しい問題ですね。小学生とか中心に森作りができるぐらいの、まあ低コスト、なものをここで開発していこうねっていうのも趣旨の一つにあったりするんですけど、実は切ったりあんましないんですよ、ね、これね、チェーンブロックっていうちょっと機械使って一本一本この地面の明るさがどうなるかっていうのを見ながら、ま、引っこ抜くんです。ここ5年目なんですけど、完全に裏白えのきの森、鉄の棒、ガンガン、あ、止めた。でこれがクワで、白いのは兵隊さんたちが使ってた。通信本部の塔はものすごい崩落してる。ここから撃て